日本一っすよ。いや、世界一かもしれない。それとスナップ、やらせなのかと。心が折れそうな時。サバンナのキムタクって何なんですか？ワッサップガイ、あやめさん、A さんです。よろしくお願いします。よー、久しぶりじゃないですか。久しぶりじゃないですか、もうこれやるの。喋れてないじゃないですか。全然早口なんだっただけ。どうしたんですか、大丈夫ですか。いや久しぶりすぎて。久しぶりにこういうちゃんと撮影しますね。撮影って感じだよ。うん。本当はね、12月予定してたんだけどね。いや、本当です。風邪ひいちゃったやつ言ってね。風邪っていう、まだなんかわけわかんない、嘘の。いや、あれはマジで本当にきつかった、38度5分。38度5分で仕事してたからね、あれダメだったね。仕事休まなかった。仕事休まなかったです。こっち仕事休みだった。奇病だったってことだよね、だから。奇病ではございません。やっぱりこう、毎回さ、インフルかどうかわかんなかったでしょ。病院行かないからね。毎回こうさ、ね、終電の時間嘘ついてさ、まあ今回も嘘だろうってなるよね。まあまあそういう大神少年ですよ。まあそういうに捕らえられてもしょうがないです、今回ばかりは。本当にしょうがない、しょうがない、そう思われてもしょうがない。あのタイミングでああになっちゃったら本当に、いや本当に本当に申し訳ございません。この度申し訳ございません。まあそれがね、ちゃんと年末のご挨拶もできずに申し訳ない。確かにそういう動画も出せずに、はい、まあちょっと新年になっちゃいましたけれども、はい、改めまして、はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年になりましたよ。で、まあ、2023年はまあ夏ぐらいからね、はいはいはい、ちょうど僕らがおふざけで動画投稿しだして、そうですね、それがまあうまく回りました。そうですね、あれからですね、ストリートスナップに完全に移行してもうストリートスナップ芸人ですよ。いや本当にそうですよ、本当にスナイパーですよ、ね、最近ストリートスナップしか上げてないからマジ でも確実に上げてるからね。まあ上げてるよ。そう、でもそれしか上げてないっていう。いやまあね、うん、まあおかげでね、だからこれも動画で撮ってないですけど、まあチャンネル登録者数も3万今1000ぐらい、3万1000ちょっといきまして、本当にありがとうございます。まあちょっと目標は5万だったんだけどね。まあでもまあ久々の伸び率ですよ。伸びましたよ、久々にストリートスナップで。その渦中のストリートスナップですけど、ね、はい、あれはやらせなのかと。それね、気になっちゃうよね、やっぱりね。すごいこう、あの問題になって、そう、コメントも荒れますからね、はい、それはぶっちゃけだから、うん、やらせなのかどうかも含め、そのストリートスナップの裏側というかね、はい、真実話しちゃいます。まあ今日言っちゃう、教えちゃう、まあ、言っちゃう、うん、2024年めでたいことだし。どうしたか、あれやらせなんすか。え、あれやらせなんす。いや聞き返して聞き返して、同じ質問聞き返して。あ、そう。あれどうなの、やらせなんすか。だからどう、やらせをどういうくくりっていうことですよね、まずは。まあ、やらせの定義って何。そうそう、やらせっていうのはもう本当にだから仕込みでしょ、うん、あれあの子使ってとかさ、うん、そういう面で言ったら一切やらせではございませんってことになるよね。え、どういうこと、どういうこと。いやでも仕込みじゃん。だって別にお互い取る、まあ、取る取られるは知ってるわけだから、そういう意味では大やらせですね。やらせでしかないんで。いやもうそうよ。いやそうだし、別になんかやらせがいけないみたいな雰囲気もするけど、そうそう、待ってて、分かるでしょっていう感じの。でもね、だからすごいよね、まあ、だから一発俺らのストリートスナップ見るだけでは、うん、まあ確かに分からない可能性はあるけど、何個か見れば分かるでしょっていう、うん、こんだけやってんだから、うん、チャンネル見たらもう一発で分かる。そう、こんバー出てるから。いや俺ら2023年何回ストリートスナップ撮られたの、マジで。何回撮られたの。すごいことってなるからね、多分俺ら日本一っすよ、うん、ストリートスナップ撮られた回数で言ったら、そりゃそうよ、うん、間違いなく、うん、胸を張って言えるよ、ね、いや世界一かもしれない。確かにストリートスナップ世界一、俺らついに世界一の勝負、俺間違いないでした。ナンバーワン。こんな撮られるやついないんだ。 We are ナンバーワン。そうよ。いや胸を張っていこう。まあだからまあそういった意味ではね、あの仕込みというか、まあ仕込みっつうか、まあ俺らで取って取られてやってるわけですから。そりゃキャプチャー、それはまあやらせといえばやらせなんですけど、街中に一切やらせはないからね。そこは本物の、まあ、やらせというか、まあだから台本はあんまない、うんうん、台本はないね、本当に一発撮りだよね、うん、めったにないよね、これもう一回やろうっていうのはね。ない、むしろだからそこはなんか
ね、プライド持っちゃってるから、そう、プライドがある、そこ絶対取り直した方がいいだろうっていう時も、うん、いや、それも一発撮りしたいみたいな、一発撮りでしょ、なんかそういうこだわりがあるぐらい、うん、そのガチ感を出していきたい。で、オチも本当決めてないことがほとんどで、まあ、とりあえずなんか、てかむしろ最初はさ、本当にノリで待ち合わせして会う瞬間からノリで撮ってるみたいな、アドリブで撮ってるみたいなのが最初だし、もう結構本当そんな感じだよね。 いきなりカメラ回し出して、まあ、それでアドリブでやるっていうのが発端で、そう、そもそも YouTube っていう概念じゃなかったもんね。もうなんだ、インスタのストーリー止まりなんじゃないかっていうのもあるぐらいだからね、まあ、それの延長でまあなんか来てるっていうか、そういう感じだよね。だからもうフルガチのフルやらせですよ。まあそうだ、だから台本はないっす。だから、ね、まあ本当にあのアドリブで適当にやってるんだけど、本当にそれを楽しんでいただけてると思ってるからね、やっぱりね。だからもう別に、だから本家のストリートスナップとはまあ全く関係ないよ、うん、もうなんかフォーマットだけはそれだけど、別に内容はぶっちゃけ全然関係ないっていう、うん、てかほぼ写真撮ってない、撮ってないもんね、うん、最初ちょろっと撮ってたけどね、うん、カシャカシャカシャね、そこじゃないからね、もうもはや、うん、もう動画のまあ落ちどころはね、迷ったりもしてるからね。いや、だからある意味、だからオリジナル感で来てるから、うん、ある意味ある意味ね、そうね、その新しいこの終着点というかさ、このストリートスナップの行き先みたいなのはさ、新しい形としてこう作っていく必要はあるよね。逆にもう多分何30分、40分ぐらいある、うん、すごくない？しかも何がすごいってさ、そのこれ何十時間もかけてると思いきや、もう撮影ね、1時間2時間でも何十本20本撮っちゃうからね、やってる側も楽しいからね、やっぱそこは分かってもらえると思いますよ視聴者もやってる側が面白い。まあだから、まあ、おかげでそのストリートスナップが結構回って、はい、まあ、バズって、まあ、たくさんコメントも来てるとか、うん、面白コメントありますよ、まあ、ちょっとだからそのアンチコメントも含めね、はい、ピックアップして、はい、そうですね。いや、もう振り返りとしてね、アンチでまずね、もう本当なんだろう、まず一番思うのはね、話つまんなって言われるのがすごい傷つく本当に。いや、ほらほら、ね、僕の売りはね、つまんない面白さみたいの言われるけど、でも俺なんか勝手になんかもうバズったら俺面白いやつなんじゃないかと思う、うん、自分の中で変えちゃっていつの間にか、うん、こいつ話つまんなって言われるのがたまにはって見ててはって思う。でもね、それ励まされたのよ、彼に。いや、持ち味つまんないのが面白いんだからって言って、それで我に返ったよね、本当に。俺勘違いしちゃってました、すいませんでした、本当にどんどんつまんないください。面白いやつとして勝負しちゃダメでしょ。そうだよね、うん、それじゃ勝てないもんね、うん、つまんないのをやれるメンタルを褒めね、売りだからね。だから つまんないっていうのが面白いっていうことですよ。ありがとうございます皆さん。つまんない男としてこれからよろしくお願いします。つまんないを前面に出してやりたいと思います。ありがとうございます、うん、だから そういうそこにビビらずね、はい、そこじゃんだって良さは、はい、つまんない良さ、ストロングポイント、つまんない男、うん、でもだからこありましたよ、そのコメントで、はい、すごいこの人好感度高いっていうコメント。男からたまにあるよね。いや、でも男からしたら好感度高いよね。なんでだろうね。いや、高いでしょ、だってなんかやっぱ男のさ、うん、恥ずかしくて出せない欲をさ、はいはい、全て表現してくれる男みたいな、はい、大きい男ですよ、そういう意味では。まあ、さらけ出しちゃうから、そう、うん、なんかもうこのアンチは効いたなっていうのはある？いや、俺はそんなに聞かないからね、うん、って感じだけど。サバンナで育ったキムタクはちょっと吹いたけど、これは何回も言っちゃってるけど、ね、そう、サバンナのキムタク。サバンナのキムタクって何なんですか、マジで。だから、ね、どういうことなの？あれでしょ、もうキムタクにワイルドを加えた男ってことでしょ。まあ、だからキムタクのワイルドバージョン。そう、めっちゃ褒められてるよ。まあ、それは刺さったね。キム、すごい刺さりました。刺さったとかよくわかんないけど、まあ、キムタク崇拝者の、ね。そう、キムタクの、ありがとうございます。どうですか、じゃあ、衛生上、まあ、一番刺さった。アンチ。アンチじゃなくてもいいです。これ、バディさんですね。人に物を頼む態度じゃないな。もう少し身の程をした方がいい。身の程を知れって。身の程ね、すごい知ってんのよ、実は。本当は。これはね、やらせです。あとはまあ、見てて恥ずかしいとか。はいはいはい。
なってそんなの言ったら俺だって恥ずかしいよ自分の見てるこれ今んじでふーっていうのもすごいあるからね見てる方も自分でも最後まで見れないのあるから上どんどん来いよそんなコメント見れないの見れないなあ これあれじゃんみたいな恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、はい、いやでも絶賛してる声もすごいっすよかなり面白いとかさあそれは本当にもうすごいねえ待って好き声出して笑ったとかそれ超好き相当面白がって女の子でしょうね待ってそれ好きはねえ待って抱いてやるよ二人きりになったらつまんない男になるけどなつまんないが売りだからいいだろ結構あとロバートの山本とかそうロバートの山本だってあの一番バズったさタッチション小僧のやつ、うん、日本一有名なタッチション小僧になったじゃん2023年のやつ、ね、そう日本一有名な正面小僧です現役の現役41歳になろうという男の正面小僧代表です、はい、あれですあれだって、ね、海の中でおしっこしないのが偉いっていうコメントそう褒められちゃってるどういう視点なの海の中の方がいいんじゃねえかと思っちゃうツッコミよねまあどっちなんだろうね難しいですね難しいとこです、うん、どっちも犯罪かな分かんないそうですねロバート山本ググっちゃったから俺お笑い詳しくないからさ、うん、コメント見るのがマジ日課だからね私 YouTube の好感度高い男やなってきてるねありがとうございます下ネタありがとうございます男やなとかありがとうございます絶対それ下ネタのやつですねそうっすのぞきの時ですね見てますよ見てますよあとねこのバディさんに対してのねこのポジティブコメント、はい、大体ゲイ説本当にバディに対してすごいラブリーなコメントしてくれる人大体女子じゃないですよ、うん、そうなんですよわかるんですよ分でこれマジであるよねうんそれは面白いぐらい、うん、あ、うん、こんなコメント来てるんだって思うとあ、女子じゃないかみたいな女子じゃないあ、女子のそういうのあ、やっぱそうかみたいな納得なら納得するわみたいなのが多い本当に多い本当女子のそういうのはないうん、なんやろ抱かれたよないよおかしいな、みんな女子はあんま言えないのかねなんか女子っていうか、なんか分けありの人が多い分けありって言ったらちょっと失礼かもしれないけどそれは失礼よちょっと分けあり失礼かもしれないけどまあちょっと なんていうまあ一筋の長ありまあなんとは言わないですけどまあなんかその人の人生相談とか人生の話聞いたら結構話長そうだなみたいなのは結構あるよねなんかいやもう気にしないねそんなのちゃんとコメントしてくださいねいやいやいやだ嬉しいですそう嬉しいですもちろん嬉しいしただなんかそういうその説があるよっていうだけの話で、ねはい、それは僕も感じてますよっていう話です、うん、でもすごく嬉しいからね本当こればっかりはもうそうそうコメントは本当にくださいヘイ選手がね一番100万再生したやつあの江ノ島神社に向かう道これでマジでさ私のほら質問がねこいつマジやべえやつって捉えられててさそのコメントが150件ぐらい来てるんだ150件来てるこいつマジあのインタビュアーっていうかストリートスタップ取るやつがやべえみたいなことしこいつマジしつけ向いてねえみたいなそうやめた方がいいみたいなそうもう別にそれトーク力つけてから見て直すとかさマジレスやんっていうねそう、うん、マジでやってねえやつみたいなすごい気合い入れて本当に失礼だからこういうのやめなっていうの、うんエース選手がかわいそうみたいなそういうノリの見てて恥ずかしいとかさ、まあ、でもねそういうとこあるよバディさんいやそういうとこあります本当にえそれ売りじゃないのそれは私いやそういうとこそれはダメなのちょっとなんかないなこの言い争いしてくれてんだよこれやらせだからみたいなネタだと思わないのみたいなコメントの中で、ね、そう気づけよみたいな、うん、そう分かるでしょみたいないやありがとうございます論争ありがとうございますでもさこれがさ再生されてる理由はちょっとよくわかんないよねなんかそうタッチションはわかるけどぶっちゃけこれはちょっとあんま面白くない方じゃんどっちかというとうんこれなんかグダグダなんか言っちゃった系の方だよね、うん、そうそうだからわかんないんですよ本当に YouTube の何がこう跳ねるかって最後のトートバッグでとっとと行けでもそのツッコミはないしねそのツッコミ一番のいいところは ないしねって何そこ面白いっていうコメントはないのよ、うんまあ、そこじゃないんだろうねな、うん、前世は夫婦かもよだって誰が俺じゃな、うん、まあでもそんぐらい本当にねマジでアドリブでこんな撮影して、うん、そうよこの仕上がりですから
本当そうだと思う。すごいと思いますよ。なんかバディさんのなんか生かし方を見つけたっていう感じがして、いや本当にそう、バディ嫌な思いしないんだもんこれ。いや嫌な思いもそうだし、いやそもそもだからナチュラルなバディが、バディの良さが存分に出てる動画だと俺は思ってる。確かに本当にそう。だってアドリブでそれをやってのげてね、再生回数も叩き出して、ね、俺としても面白いと思って出してるし、いやバディさんもう輝くフォーマットですよこれは。本当にありがとうございます。もう本当に心が折れそうな時もありましたけど、これがなんとか繋いでくれましたよ本当に。まあね、まあでもまあちょっとまだ頑張らなきゃダメですけど。そうですね、はい、ちょっとこれとか褒めすぎでちょっとやイラついちゃったんだけどさ、足長い、腹筋もいい、俺が目指してる体型だ、目標にします、かっこいい。これちょっとやりすぎだよね。やりすぎ、こういうの俺にちょっとくれよ。そこはねやっぱね、体を落ちていったらね、やっぱね。あ、これだ。パイオニアですからね。これですよ、遠征手。毛深いですね。タトゥー。そう、タトゥーのやつで、ね、ちょいちょいあるよね。めっちゃ毛深いですねと思ったら、タトゥーのやつね。笑いのセンス神ってる。いやー嬉しい、響いてる。俺辛い時それ結構見に行くもん、そのコメント。辛い時。うん。辛い時ある。落ち込んでる時。あるんですか。ありますよ、めちゃくちゃ。大抵の難易度鬼で草。いいね、2100だからねこのコメントに。すごくない。すごい。大抵の難易度。そうなのよ、大抵の時はね。あの店はすごいよね、あれ。そう、超宣伝されたよね。すごいですね、なんか。本当あんな場所にあんなってさ。そう。入りづらいよな、普通に考えて。すごい、しかも昔からあるって言って出るね、うん、有名店なんだろう ね。建物に向かって立ちションするバカなんてかっこいいわけがない。箸持てない人。箸持てない人。それ俺のじゃないだろ。いやいや、これバディさんです。いや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 、本当に不倫中の男だから。これ多分違う動画を見て、あ、一緒の人やんっていう。 あの箸持てない人また出てるってなったの。オーサムゲームしてるバディさんに対してずっとつまんないって言ってます。それ褒められてるってことでしょ。ずっと分かんない。これはどっちなんですかね。傷ついてるよ。本当は傷ついてるよ。ずっとつまんないって。これで褒めなのかな。うん、愛だろうね多分。あ、愛ね、うん、いやずっとつまんないなところがいいんじゃん。ノションするやつマジで嫌い、犬みたいになって。中堅八個よ、私は待つタイプだから犬と呼んでくれ。いやでもね、本当にコメントはマジで、コメントしてくれてありがたいし、いいねもしてほしい。ありがとうございます。いいねをつける癖をつけてください、お願いします。まあそんな感じで、はい、まあ、ちょっと年末の動画も撮れなかったしね、はい、年末兼ニューイヤー動画という感じで、はい、2024年もね、はい、S&TV、 まあ今年こそね5万いきたいっす、はい、はい、頑張ります。そんな感じで、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。